はい、こんにちは。今回は絶対王者が KO 負けを喫した衝撃の世界戦を紹介いたします。IBF 世界王者ビッグダリチニアンに当時無名だったノニト・ドネアが挑戦いたしました。王者ダルチニアンはアマチュア時代に158勝し、オリンピックにも出場しており、プロ入り後も無敗で世界王者になり、戦績は28戦全勝、22 KO を誇っておりました。王者は変則的な構えからの強打や突進力を武器に KO を量産し、レイジングブルと言われ、防衛戦はほとんどの試合を KO で片付けておりました。一方、当時無名だったドネアは24歳で、戦績は17勝1敗。この試合が初めての世界戦です。突進する王者ダルチニアンにうまくカウンターを合わせるので、ダルチニアンは警戒して突進が鈍っていき、迎えた第5ラウンドにドネアの強烈な左フックが炸裂しました。The Filipino Flash, Nonito Donaire!難攻不落のウィラポンから WBC 世界バンタム級王座を奪取した長谷川選手は、その後防衛を重ね、10度防衛いたしました。直近5度の防衛はいずれも早いラウンドの KO 勝利で、パウンド・フォー・パウンドもベスト10に入りました。ゴチュリト・モンティエ。WBC 王者長谷川選手は11度目の防衛戦に WBO 王者フェルナンド・モンティエルを迎えました。モンティエルはすでに44戦のキャリアと18度の世界戦を行った経験があり、序盤からハイレベルなフェイントを交えた駆け引きが見られました。このハイレベルなバンタム級頂上決戦は、4ラウンド終盤に2人の世界王者が交錯した後、突然終焉を迎えます。WBC バンタム級の緑のベルトが上原選手は WBA スーパーフェザー級王者サムエル・フェラノに挑みました。王者フェラノはこれまで41勝しており、上原選手は25勝とフェラノに比べると経験不足な感が否めません。挑戦者の上原選手は2度目の世界戦ですが、初めての世界戦ではベンビラ・フロアに2ラウンドで KO されております。一方、王者フェラノはベンビラ・フラワーを破って世界王座に戴冠し、そしてこの試合が11度目の防衛戦ということで、王者フェラノが予想では圧倒的有利とされておりました。
第6ラウンドが始まる前に金平会長が上原選手に自分の好きなようにやってみろと言って送り出すと、ラウンド終了間際に上原選手の強烈な右がカウンターとなり、王者が段を喫しました。1980年2月、21歳のサルバドール・サンチェスは WBC 世界フェザー級王者ダニー・ロペスに挑戦しました。王者ダニー・ロペスは8度防衛中の安定王者であり、42勝のうち 39K を積み重ねた強打者なので、誰もが王者ロペスが防衛すると思っておりました。しかしサンチェスは21歳と思えないほど試合巧者で、距離感が良く、その上タフでスタミナ抜群の挑戦者で、強打のロペスにひるまず試合をコントロールしていきました。そしてサンチェスは天性のカウンターパンチャーで、相手の攻撃をことごとくカウンターで打ち返すテクニックも兼ね備え、13ラウンドに王者ロペスをめった打ちにし、レフリーストップがかかり、世界王座を奪取しました。ウィルフレド・ゴメス。バズーカと呼ばれたウィルフレッド・ゴメスは、アマチュア時代には15歳の時にオリンピックに出場し、18歳でプロデビューいたしました。デビュー戦は引き分けでしたが、2戦目から32試合連続 KO したのです。その間、スーパーバンタム級の王座を17度連続防衛し、すべて KO 勝利という記録も残しているのです。32勝 32KO、 1引き分けの KO キングゴメスは、1階級上の WBC 世界フェザー級王者サルバドール・ファンチェスに挑みました。戦前の予想ではゴメス有利でしたが、ファンチェスは距離を巧みに操り、接近されても慌てずに左フックのカウンターを合わせ、初回に KO キングからダウンを奪います。強打のゴメスはパンチを打ち続けますが、サンチェスの技術に阻まれ、逆にタイミングのいいパンチをもらい、戦前の予想とは違いサンチェスのペースで試合は進んでまいります。迎えた第8ラウンド、 KO キングの攻撃を見切ったサンチェスは、本来のアウトボクシングとは違い、強引に攻め立ちながらカウンターを狙います。KO キングを KO したサンチェスは9度目の防衛戦に、後に名王者となる若き日のアズマー・ネルソンを迎えます。ガーナ出身のネルソンは桁外れのスピードとパワーを持っており、13戦全勝の戦績を誇っております。王者サンチェスは距離感と防御感に優れながら、
スタミナとタフネスさも兼ね備えており、アフリカの野生児と呼ばれた危険な挑戦者と時には打ち合いを選択するのです。